もし羽生くんの映画を作りたいと言われたら、俳優は誰にやってもらいたいですか？なるほど。映画羽生結弦物語を作るとしたら、主役の羽生選手役は誰に演じてほしいか、加藤さんお答えください。誰だろう。今話題の東出さん。正解こちらなんですね。いいとこじゃない。誰でしょうか。福士蒼汰。なるほど。ということで不正解でした。福士蒼汰さんだったんですね。なんかちょっと雰囲気に、はい、分かる似てますね。似てますよね、雰囲気がね。自分をアイスクリームのフレーバーに例えると何ですか？日本人にはとても思いつかない質問。では三宅さんお答えください。アイスクリーム？ちょっとピリッとしてる感じのチョコミントみたいな。あ、お、正解はこの味でした。チョコミント結構いい線切るかもしれません。ポッピングシャワー。何？ポッピングシャワーって何？いい線って何？最初はでもなんかこの子だよ、外側は甘い感じでやってるけど、なんか口に入れた途端に哀れ出す的な感じが自分っぽいなって思って。意味になってる。合ってましたね。